母さん、もう少しつかめ、感覚をつかめ。そんな奥持たないよ。そう、奥持ちすぎると体が回らないんだよ、言っとくけど。そう、おいいね。あと釣り手かぶせちゃダメだよ。こうこうだよ、親指向こうの手だよ、釣り手なんだから。親指はこう入れちゃダメだっつったら脇開けていいんだよ。そう、それでこう持ってくんだろ。そう、よくなってきたら忘れんな。立ち位置と、そう、ちゃんと1の足の膝を曲げないと2の足の膝がぶっかっちゃうんだよ。そう、つま先はかかとはついちゃダメだよ、2の足は。そう、もっともっと手がまたこうなっちゃってる。歯磨きになってない。ダメなんだよ、3点忘れちゃう。常に3点はできなきゃダメ。そうしないと人ってね、倒れないんだよ。自分もバランス悪くなるし。そう、もっとガバやりながら。泣く必要はねえよ。63、膝を曲げろ。伸びてきてるよ、また。ダメだよ、ちょっと疲れてきたり嫌だなと思い始めたらできなくなっちゃうんじゃ。そんな気持ちなんかいらねえから。そう、膝を柔らかく、膝を不安定。そうそうそう、できてきた、できてきた。もう少しでできるようになる。そう、いいよ、もう少しだ。あ、ちょっと伸びっぱなしだぞ。そう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 、それそれ、そのそれがためって言うんだよ。70、バネがさ、ゴムとか伸びるときにグイーンってなるだろ。でビョーンってなるだろ。それが膝曲げることによってできるんだから。いくよ、あと3回成功しろ。71、そう、もっともっと、かかとついちゃダメ、二の足は。72、そうそうそう、おい、あ、投げちゃダメだよ、また痛くなっちゃう、あかりが。最後成功しろよ。73、あんだよ、最後だったのに。